どうも、しょうやです。また PF5 やっていきたいと思います。最後のパッチ、6月に来るんですよね。ちょっとまだありますけど、今回はシンガポールサーバーにお邪魔しております。中国のね、チーターの人がよく出現するんで怖いところですけども、アメリカサーバーよりかはラグが少ない。70ぐらいでピンでできるんじゃない ?75 ぐらい?ここか、このマップあんまり好き。広すぎるよねっていうね、乗り物あんまり乗るのが下手くそな私にとってはね辛いマップですね。特に A と F、E あたりに行くのが大変。ただ CD あたりねで結構歩兵戦が市街地戦面白いので、そこら辺でうまく立ち会っていければいいかなと思います。高レートの武器もね解放されたんで使ってみてるんですけど、まずはね低レートからやっぱり使っていくのがいいんじゃないかなと最近思っております。高レートだとね、やっぱりもう武器のね、反動を抑えることにいっぱいいっぱいで、なかなか難しい。本当、海外の人のね、ツイッチよく拝見するんですけど、とてもね、私と使ってる武器が同じだと思えないぐらいレーザービームで飛んでってるんですよね。素読みとか。どうやって、縦ブレはね、抑えるのはなんとかわかるんですよ。縦に上に上がっていっちゃうのを、マウスでカウンター下にね、下げて、微調整して、抑えるってことですよね。ただまあ SMG のほとんどは横ブレも発生しますよね。それをどうやって抑えてるのか私すごい謎なんですけど、右とか左にブレるのをうまく右とか左にカウンターしてるってこともあるんですよ。そんなことできんの？とても人間技じゃないような気がするんだけど、そのあたりのコツあったら、まあ、設定とかもあるのかもしれないけどね。どうなんだろう。ちょっと乗り物が通り過ぎるの待とうか。戦車でしょ今の。まあ、ちょっかい出さない方がいいんじゃない？あ、いるね。来るんじゃない？はい。ちょっと C 取る。あーらららら、まずいんじゃない？ちょっと一回、もう上上がっちゃおう、上上がっちゃおう、上上がっちゃおう。どう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 ？ちょっとこれよく起こるんだよね、これ。なんかね、オリジンが悪さしてるらしいんだけど、オリジンのあのソフト？あー、いるね。なんかね、ゲームプレイ中、他のゲームもそうなんだけど、立ち上がってるとね、なんか勝手にポップアップしてくるんだよね。画面外で。なんなんだろう。うわぁ、いる。ちょっとこれ。テイルしましまだって、これ、海外の人じゃない多分。日本語がね、やっぱりユニークなんだろうね。彼らからすると。結構日本語の名前を取り入れてる日本人かなと思ったらね、ピンが海外の人だった。あと、アニメのキャラクターの名前の人。おお、当たった当たった。いいね、いいね。これ好きですね、この銃。アニメのキャラクターみたいなね。名前の人も結構いらっしゃいますんで。日本人かなと思ったらね、ほとんどが外人さんっていう。ちょっとここ、岩の奥の方が超怖いんですよね。SMG だととてもかなわないので、家の中にいるぐらいしか、あー、来てるね。ちょっとあれ、届かねえな。ちょっと大丈夫かな。ちょっと待って、あ、壊れてねえじゃんあれ。はいはい。この武器ちょうどいいレートでブレもないので、ないっていうかね、抑えられてるんで、距離が遠いよね。あー、やばそう。いって、まずよく当ててきたな後ろの人。スポットされてないってことは多分あれでしょ、カービンでしょ、カービンだっけ、なんていうんだっけ、ジャングルカービンとかでしょ多分。よく当てて、ジャンプで降りたんだけどな。敵があっぱれだった。この人 C のところにいる人、 C のところにいる人ちょうどいいんじゃない。あれ、ここ C じゃなくね、なんで下見てたの。誰か上がってくるのを待ってた。ちょっと出てみる。大丈夫ね。オッケーオッケーオッケー。うわあ、マジか。ああ、危ない危ない。ロクラン構えてる方がいらっしゃいましたが、C 行こう、C。ああ、ちょっと待って、スポットされた。ちょっと一回あれを消したいところ。おーっと。ああ、いた。ほら。ちょっと待ってな。はい、なかなかいい分隊のね、活躍をされてたんで、っていうかね、2ゲームぐらいやると必ず分隊長に昇格するんですよね。まあ、抜けてっちゃうんでしょうがないんですけど、
まあ、分隊長になるいい練習にね、なっていいんですけれども、まあ、私ね、結構戦闘、目の前の戦闘にいっぱいいっぱいで、対局で、なんか、見ることができてないんですよね。目の前のことでいっぱいいっぱいで。あー、いるんじゃない？ちょっと待って、山側に、ちょっと待ってな、マジでいた全然見えてない。敵が見にくい。そして、この人助けられるかな。うわあ、マジで後ろに。倒した。パニック。パニックでございます。オッケー。脇こっちですよね。ちょっと、俺だって言ってもね。一人いるね。二人だった。いいか。もう一人はちょっと厳しそう。向こうから行ってみる？なんかあれ、たかれちゃってるね。あの、ビーコン削れるかな？一人やられたね、上で。スポットが出てる間に行きたいけど。いる？あ、いた。いや、ブレないから当てやすくていいけど。おっと、今撃たれたね、誰かに。そこら辺か？いた。ああ、マジで。今のは、私外しちゃったね、ちょっとね。最後の方。ヘッドショット当てなきゃ勝てない距離ではありますな。向こうの方が銃の方が強かったね、距離的に。いや、青葉ダスティード。レートがちょっと遅いんでね。もうミスると直接、うわーマジか、見えなかった。うわー、うっひょー、マジか。ちょっとリバイブは無理そうだよね。ちょっと一回やめておきますか。あ、これしもダメ。砂漠のマップなのに白だと超目立つよ、ね、服が目立つよ、ね、C 行こうか。あ、お前だ、 C だ。 D、 どっちに敵が寄ってるんだろう。あ、もうほら、これもうやる。痛い、なんか止まるようになっちゃったから。ちょっと待って、後ろ、後ろから撃たれて振り向いたらまた後ろから撃たれるって。あー、マジか。あー、困りますね。はいはいはい、囲まれてたということですね。ナイス。何なんだろうね、なんかアップデートしなきゃいけないのかな。いやー、ちょっと待って、行こう。ちょっとごめん、見捨てる。ちょっと前出ます。多分ここら辺にいたでしょ今。あー、いた。はいよ、はいはい、来ました。ごめん、ちょっと味方、ごめんね、見捨てて悪かった。入っちゃう、入っちゃう。私この家の中によく潜ります。こっち側サイドだったね。意外と見られてないので。どう。あ、OKOKOK。 私の下にいるんじゃないの。いる。危ない。ちょっと待ってな、今度助けてあげたいけど。ちょっと後ろ、ケツが怖い。お尻が怖い。そっちでも死んだ。ちょっと追っかけられてるっぽい。大丈夫そう。誰か助け、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、もうやばかったね。いいんじゃない、なんかいい試合なんだけど。すごい、ここなんかね、一方的な試合ばっかりなんだよね。なんか400点差とか勝っても負けてもなんかボロ勝ちばっかりなんで、ボロ勝ち、ボロ負けばっかり。ボロ負けの時も辛いですね。なんか B から出られなくなっちゃったり、なんか E から進軍できなくなっちゃったりね。そんな試合ばっかりなんでね、怖いところでございますけど。まあ、乗り物いるね。いやー、今のクラスは何もできないので。うわー、マジか。あぶねー、あぶねー。なんか足音がするぞ。今通り過ぎてったのか。こっちが、あれ、うん。あー、読み取らしてる。ごめんね。でね、まだいたと思うんだよね。ちょっとここで、ね、粘ってみる。あー、でももう BD しかないから。おいいって。はい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 、やべそう、やびだ。
リバイブ。いや、D がこの間に取られちゃうっていうのはちょっとしんどいけど。あ、まだいる。まだいるんじゃない？今の味方？いるでしょ、多分。いる。あー、危ねえ。頭立てなさった。ちょっと待って。ここからね、C に行くのは怖いんですよね、いつも。なんか窓が無数にあるじゃないですか、もう。いつも蜂の巣されて。いやー、オープンエリア。オープンエリア怖いです。ちょっと大回りしていきましょうか。どっから、あー、いるいる。窓に張り付いてる人いるね。わかりづらくありません？なんか全然暗いとこにいるとね、全くわかんないという。あー、いるんじゃないの窓の中。いいよね。それ。入った。入ったけど。おお、どこいた、どこいた、どこいた、あ、どこいた、何だ、あ、おっ、ナイスナイス。今建物、あー、いるいるいる。ちょっと敵が多いな、敵が多いぞ。あ、そっち行ったぞ。やっぱ使いさ、当てやすいな、この銃は。当てやすいな。20メートルぐらいまではすごい戦いやすい銃なんですけど、その代わりレートが低いんでね、頭とか当てないとなかなか勝ちてないんですけれども。後ろ大丈夫？いや、助けて。ナイスナイスナイス。乗り物を通り過ぎ、あー、その乗り物か。その乗り物だったら攻撃してもよかったな。やばい、ちょっと敵が多いな。みんな D に進軍中みたい。一人来た、来たぞ。あー、当てづらい。で、あと山側がね、取られてると思うんで、あー、こっち側いないみたい。あと山側だよね。もう家の中入っちゃえた。あー、いるいるいる。顔出す。よし、勝てる。よし、危ない。あー、危ない。大丈夫ね。ちょっと家の中入りまーす。はいはいはい、はい、よし。あー、外にいるとね、空爆でやられるか、もしくは山側から撃たれて死ぬか。いやー、集まってきちゃった。また消えたよ、これ。なんでゲーム中に勝手にオリジンが立ち上がるのかよくわからないけど。いやー、集まってきちゃったよ。大丈夫？オリジンのアップデートしてみようか。それが良さそう。これさ、これもう使って。今いたよね。大丈夫？これで、多分、迫撃砲でみんな、この中に入ってくる。あ、来た。リバイブしてるでしょ。どう？倒せるんじゃないの？オッケー。みんな去っていったぞ。ちょっとあの人がかわいそうだけど、乗り物もいてくれてるのね。取れそう。下に。めっちゃ囲まれてるよ、下の人。大丈夫？二分隊ぐらいいますけど。どうしようかな、これ。飛び降りてみる？なんか、一人もやれないで死ぬ可能性大なんだけど。あ、いた。後ろは大丈夫。あー、マジで。後ろにいたみたい。いる！あー、ちょ。マジで！やっぱり、嫌な予感的中。そっちから来てたのか。 D から歩兵で歩いてきた人ね。いや、こうなっちゃうと辛いよね。 D か C どっちか拠点あると分けるけど、じゃあこの人で分けじゃない。いや、かなりまれですね。かなりいいゲームだぞ。いけいけ。ちょっと C、 でも今 C に寄ってるのか敵だよね。D 行った。今 D 寄ってくれると助かるんだけどね、味方が。で、ちょっと怖い。ここから先が、なんか足音がするんだが、味方の足音だよね、今のね。どうしよう、窓から撃たれるような気がする。あ、いた。あー、撃たれた。やっぱりいた。あー、二人で撃たれちゃったよ。残念です。はい。まあ、しょうがないね。ありがとう。ちょっと危ないよ。危ないよ。いるね。入ってくるんじゃない？ん？いた。ちょっと待って、ね。あー、体力減って。よく合うね、片平さん。よく合う。また助けてくれんの？ちょっとあそこに入ったよ、今の人。
どこ行った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 、あーこれじゃ全然わかんないよ。ああいうの目が衰えてるんだろうね。なんか背景と同化しちゃって全然わかんなかった今。そう、じゃあ私もちょっとスモーク焚いて、多分この中いるでしょ、この窓の中。それあ、やべやべやっちまったやっちまった。大丈夫、はいはいはい、多分この部屋の中いるけど、こっから入れない、あ入れないのか。なんか味方やられましたが、ちょっと入ります。音でバレてるっぽいけど、あ倒したのかな。ん、あいるな、でも下に。どこ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 、このこのところ、あれ倒した。どこにいたの敵。まあいいや、またさっさと入っちゃおうぜ。オッケーオッケーオッケー、あと一人いるみたいだが、どこ、おお、はい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 、山側に多分ビーコンがありますよ皆さん。あ来てるね来てるね来てるね。あ今の味方の下で湧くんだよねこれね。だからあー D から撃たれそう。下のとこ、じゃあさっさと行っちゃいましょうか。今はいい感じ、ここら辺で合いそうな気がする。相手あぶねー、なんかもう、片平さんとしか会わないでいいねー、そのオブジェクティブ精神。はい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 。ちょっと待って待って。あれ今の足音はまだいる、あ、味方の足音か。その人にね、回復パックをあげたいの。あー、来てる来てる来てる。ちょっと、はいはい。回復パック、はいはい。今の人はどっちに行った、ちょっと待ってね。これは、はい、はい、D 行きましょう、 D。 あー危ない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 、はいはいはい、どっか行っちゃったよさっきの人、倒してくれたのか味方。 D に行かない、 D に E 取って、定期的に E とか F とかってちょっかい出してくれてる乗り物ショーだと思うけど、それが助かってるね。大抵なんかね、あの、一人物とか二人乗りできる、ちっちゃい小型のビークルでね、移動すること多いけど、もう、だいたいね、乗ると、あ、大体なんか戦車と鉢合わせしてね、ボカーンなんかセンスがないんだろうね、もう。同乗者の人にね、申し訳なくても、私が運転してて、ね、もう、一網打尽にされると。だから、もう、誰か運転してっていう感じなんだけど、やっぱそこは精神を強く持って積極的に乗っていかないとうまくはならないよね。まずさ、あちょっと入れてなかった入れてなかった。戦車とかは結構まあ気軽に乗れてもいいのかもしれない、結構湧くしね。そこの人応援して、あんま前行くと撃たれるんじゃない。ちょっとこの人リバイブしようか。はい、ちょっと待って待って待って、どうなってんの。あーこれできるん、これ大丈夫だった。はい、いやー D 取ったら C 取られて、 C 取ったら D 取られて、いい感じ、いいゲームですけど、ここ SMG だとすげー守りづらいっていうか攻撃しづらいので大丈夫かな。どこにいるのかはわからない。いたぞ。今はユーリ、よしどうしよう、敵はめっちゃいるぞ。あ、はい、で私の下にいるし、またいるいるいる、チャンス、いた、あーマジか、ぐー236レベル、すげーな。ボルトアクションじゃなくて、なんだっけあれ、セミオート、セミオートなんかこのゲームすげえ使いづらいんだけど、あ、私のエムが悪いからか。うん、わかりました。そういうことだね。多分。なんか全然強さ活かせないでね。なんか中距離は当たらねえし、そうそう。中距離は当たらねえし、なんか近距離は勝てねえし、みたいな。なんか踏んだり蹴ったりでね、いつも使うとマイナスになってしまうという。まあ、スナイパーはお察しのような感じですけれども。
じゃあ D 行こうぜ、 D。 いやでもね、使わないとうまくならないから、とにかくね、うん、スナイパーもねぼちぼち使うようにはしてますけど、もうスコアが残念な状態動いてんのに残念な状態になっちゃうからね。結局ハンドガンで戦った方がキルできるんじゃねえみたいな。いるな。ここから先がね、進軍しづらいんだよな、このセミオートじゃなくて、SMG だとね。オープンすぎますせ、戦車、ちょ、撃たれて撃たれて。遠い、ありがとう、ありがとう。味方に助かった、救われた。どうしよう。ちょっと進軍すげえしづらいんだけど、あの、戦車が向こう行ってくれたんで、しかも今入ってくれてるんで、これ撃ちましょうか。大丈夫そう、今撃てそう、今撃てるね、多分ね、ここ撃て。いや、あそこら辺狙って。そうすると、敵が、下がって崖の方下がるか、進軍してくるか、どっちかだと思いますんで。わたわたしてる間に旗に入りたい。また戦車戻ってくるぞ、後ろから。これ以上進むと私の命が危ない。どう今ね、ボッカンボッカンしてる間に、あの、味方が入って突撃していってほしいんだけどね。どう、なんかこれにいるらしいんだが。あれ、どこにいるの？ここにいると思って、あ、いた。もう一人。と、入ってくんじゃない？大丈夫ですか？私の下にいるっぽいな。大丈夫。ありがとう。ちょっと私のことジロジロ見てる人。はい。そんなこと寝て何してんのって。いや、すげえいいゲームじゃない？はい、珍しいほどいいゲームだぞ。次 C。 いやー、ちょっと2点取りにさせられちゃってるから、 A ないのつらいな。敵もちょっかいを出してきますね。なんか山、またオリジンが悪さをしてる。そこにいるけど、これ SMG で撃っても、ちょっと後ろかい。SMG で撃っても12とかしかダメージ入んないでしょ、多分。倒した？今のもジャングルカービン。ジャングルカービンだっけ？あれだよね、多分ね。衛星兵のスナイパーライフルモードでしょ。いや、ラメアセーフ。OK、なんかスナイパーが増えてきてない？大丈夫？あの、フルタイムエイマーってね、海外の、あの、でね、よく言われますけど、あの、ずっと覗いてる人ね、スコープ。そういう定点でね、固定してる人が増えちゃうと、旗に乗る人が増えてって、みたいな状態。あそこにも2人いる。スポットもね、重要だから、まあ、いてくれて助かるっちゃ助かるんですけれども、特に乗り物のスポットとかすごい助かるんでね、うん、ある程度はいてもいいと思うんですが、全然。どうだろう。C に近づいたけど、山側が怖いんだよね。いけそう？いない。オッケー。いるじゃん。すごい敵と背景がね、すごい同化してるように見えちゃうんだよね。このゲームの特徴な、あー、やべ。下から。こんにちはー。ちょっと家の中隠れたい。家の、ちょ。大丈夫？はい。なんか下から足音がするんだけど。D 取られてるから撃たれるか。やめといた方がさそう。取れる。いやー、2点取りきついな。いつの間にか負けてるやん。ってか、A 取り戻しに行く人がいるといいんだけど、もう CD で手一杯なんだけど、どうした方がいいかな、これ。なんか、こっち。倒せそう？ダメ？ラッキーヘッドショット。2枚目して、あ、ちょっとマジでそれは無理。ちょっと待って、助ける。無理やり助けちゃうけど、突っ込んでくるんじゃない。いやー、わー、うまい。いやー、よく頭当てたね、今。あの距離すげえ難しいんですけどね、さすが200レベル。
やられちゃった。残念でした。ちょっと C 離れると C がなくなっちゃいそう。でも今全力で多分 D から C に向かってきてると思うんだよね。歩兵が、向こうの歩兵が、あ、いる。今そっちから投げた。あ、私の下にいるだけ。ごめん、私の判断ミスでした。許しておくれ。やばい、あー、ちょ、まずい、やばい、あぶ、あー、これ最後の最後に押し切られちゃうパターンか。ちょっと、なんかスモークでも使う。 D とりあえず行こうぜ。もうダメだ、こんなところでのんびりしてる余裕はない。 P 取ってくれてるみたいなんで、もう D 行くしかないけど、ちょっとこれは5点取りぐらいしないと多分低いくらいしないんじゃない。今の時点の50点差って。やばい、大丈夫そう。ちょっともう離れたらやっぱ C がなくなってる。いやー無理か。最後に C 守り。あー、やばい。いや、めっちゃもう抑えられてるっぽい。スポットもされてる。ちょっと、たんま。やい。ちょっと今なんかピョンって飛んでる間によく当てたね。あら、あー、いいゲームだった。てかかなり頑張ったような気がするぞ。なんか日本の人もチラチラいますね。日本人っぽいけど、ピン見てると日本の方っぽいね。オッケー。いや、楽しかった、すごい。トップ分隊じゃない、やったね。ここに表彰されると嬉しいよね。ちゅうことでまた次の動画でお会いしましょう。はい、ではバイバイ。